皆さんこんにちは。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。日本は自動車メーカーとして主要な国となっており、今までに様々な車を生産してきました。作られた自動車の中には何代にも続いて定番になったモデルシリーズがありますが、その反面、なぜか初代のみの登場となり2代目以降が企画されなかった車もあります。そこで今回の動画では、名車なのに初代しか登場しなかった車種を紹介したいと思います。本チャンネルでは自動車の解説系動画を投稿するので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。180SX は日産自動車が製造していた3ドアハッチバッククーペ型の乗用車です。S1 3型シルビアの姉妹車にあたり、輸出仕様であるV40SX のファストバックタイプを日本仕様として発売したモデルです。エンジンやトランスミッション、サスペンションなどの車としての基本形は全てシルビアと共通で、車体周りでは、ステアリングホイールのデザインを除くインテリアとドアパネルなども共通です。しかしヘッドランプはシルビアと異なり角型のリトラクタブルヘッドライトを採用し、これは当時の北米の法規上、シルビアのヘッドランプの高さでは認証が取れなかったためです。そのためパーツに互換性があり、外装交換が可能なので、この特性を利用し改造車が誕生することもありました。改造車の例にはシルエイテ、ワンビアがありフロントとリアが移植されています。当時はスタイリッシュな FR 車として外観や機能性に評価を得ましたが、開口部が大きい特有のボディ剛性低下や、重量増加により、走行性能を重視するユーザー層からは姉妹車であるシルビアほどの人気は出ませんでした。しかしマイナーチェンジ後の2リットルエンジン搭載でスタイリッシュになったこともあり、人気を獲得しました。日本国内ではシルビアが S14 型にフルモデルチェンジした後も生産及び販売が続けられており、シルビアの販売が低迷した際、新車で購入可能な唯一の5ナンバー枠 FR 車として 180SX が再評価されました。最終的にはシルビアが5ナンバー車として S15 型にモデルチェンジするまでの間、180SX はマイナーチェンジはあるものの、大規模なモデルチェンジが行われないまま10年近く生産及び販売が続けられたロングモデルになりました。三菱は海外でのスポーツカー市場に勝つために、FR スポーツカーとしてスタリオンを開発しました。リトラクタブルヘッドライトを採用し、曲線を基調としたフォルムが特徴であり、エンジンは2リットルの直列4気筒 SOHC ターボで、最高出力は145馬力です。アメリカ市場を意識していたため、低、中回転域を重視したトルク重視のエンジンセッティングとなっているのが特徴で、競合車種はポルシェ924ターボであり、専門誌にて924ターボとの比較テストを掲載する広報活動が行われました。1983年にはエンジンにインタークーラーが設置されたことにより、175馬力までパワーアップし、その後、2リットルターボエンジンの GSR-V グレードの登場で最高出力は200馬力を発揮しました。米国市場に向けて開発された車種なので海外では人気のある部類でしたが、平成に突入すると基本設計が古くなっており、販売台数が低減する方向になりました。そのため1990年に、新たなスポーツカーである GTO にバトンタッチする形で生産が終了しました。さて、今回の動画はいかがでしたか？もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、さようなら。